コインランドリーがブームになったのはこの本のせいなんですよ、はい。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今回は天才工場の吉田さんと2回目ですけどね。はい、よろしくお願いします。はい、今回今進捗している状況とかを報告してもらって、またぜひ新しい社長に本を出してほしいということで、企画で来ていただいたんですけど、あと1本ぐらいちょっと雑談をと思います。はい、わかりました。で、何の雑談をしようかと思ったんですけど、久しぶりにねこの三原さんの本を見てね、はい、前回も紹介しましたけど、この本これ何年前、 10年ぐらい前に出しまして、 もっと前だよね、はい、たまたまコインランドリーで投資のコーナーに置かれてですね、うん、1回も宣伝せずにビジネス書で1位になったという、非常に珍しいパターンですね。これはね、はい、今でも覚えてますけど、Amazon 一気に買っちゃダメだから何冊か分けて買ってくれるとか、その協力したけど、当時ね書評の有名な方がね取り上げたんですよ。土井さんか、土井英二さんが書評で取り上げてくれて、これは面白い本だと、これで一気に売れたよね。で、何がちょっと話をしたいかって言ったら、やっぱりねこの三原さんの初めてのコインランドリー投資負けなしバイブルってものが出たことによって、三原さんの会社が伸びたのは事実なんだけど、それだけではなくてコインランドリー業界のブーム、コインランドリーがブームになったのはこの本のせいなんですよ。はい、これ何もしないで月30万円って書いてあるんですけど、実際は60万ぐらい稼げるんですね。いやいや、はい、それはうまくいった場合のケースですけど、でちょうどこの本が出た時にアベノミクスとかそういう感じになってきて、今までコインランドリーってサラリーマンはできなかったんですよ、うん、銀行は金貸さない、不動産は貸す、コインランドリーは貸さない、これは担保ならないからと、うん、ところがアベノミクスによってそこら辺緩和されて借りられるようになったんですよね。だから不動産投資やってた人がむちゃくちゃコインランドリーに流れたんですよ。このねコインランドリー投資負けなしバイブル、これは不動産投資負けなしバイブルって本があって、それをコインランドリーに変えたっていう、はい、だけどそこはやっぱりアイデアで、業界一つ変わるんだよね、業界が変われば結局応用してまた売れる方もできるし、だからママチャはそこから一気に500になったからね、500店舗になって三原さんも有名人になって、そこからちょっとね有名になりすぎてちょっと調子に乗って稼ぎすぎて使いすぎてちょっとおかしくなっちゃいます、はい、これはもう FC あるあるで、今日はそのテーマについては話さないんだけど、はい、まあ本一冊によって業界がね変わって、まあ、これだけコインランドリーができて、やっぱり本当ここから始まってるからね、で三原さんがやっぱりラッキーだったのは、三原さんより大きいコインランドリーの会社はあったんですけども、そこは本を出してなかったんですね。でこれが日本で初めてのコインランドリーの本だったので、これがずっと日本の出版の歴史も残りますし、そうですね、はい、彼の業績として一生称えられるので、ライバルがいる会社はね、一番最初に本を出していくっていうのが正しい戦略です。そうですよ、だからこれが出て、でその後 TBS のガッチリマンデーに出てね、はい、でそれでもう一気に、なんで TBS のガッチリマンデーが取り上げたかっていうと、なコインランドリーがブームだ、その時にやっぱり本を出してるっていうのがあるんですよね。強いですよね、はい、だそういうことで、まあ、本当にねコインランドリーブームが起こって、そこでブームの終わりの頃に加盟した林さんの店舗は何もしないで月30万ぐらい失っているというまあそういうことを結末にはなってるんだけど、やっぱり一番最初に書くっていうのが一番大事で、ちょっと私の例で話しますけども、今私が出版業界のジャイアント呼ばれてますけども、今私がプロデュースして一番売れてる本は動物占いで、世界20カ国で今450万売れてるんですけども、なかなかすごい人なんですよ、はいはいはい、こちらはですね最初に実は小学館が動物占いっていう本を出して商標を取られてしまったので、本家本元が動物占いっていうタイトルを使えなくなってしまったんですね。で私がプロデュースした本は動物キャラナビで、ちなみにこちらの方がもう20年間生き残って、結局お弟子さんが企画をパクって本を出した、そちらの方は消えてしまったんですけども、私がプロデュースした本は未だに売れ続けて、20年間売れ続けて世界で450万部売れている。ただ逆転するまでに10年以上かかっているので、やはりですね本家本元が本を出さないと、後発の方が本を出した瞬間にもう負けてしまう、それを取り返すのには膨大な時間とお金と労力がかかるということを分かっていただきたいなというふうに思います。はい、はい、ということで、今回またフランチャイズチャンネルを通じてご紹介するというキャンペーンをやっているので、問い合わせはこちらから、ぜひともよろしくお願いします。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで